いや、それでは日常の疑問もしくは日常の要するにトラブルを要するに適当にお答えしていくというふうな形になるわけなんですが、今日のテーマはこちらという形になります。ワンクリック詐欺についてという形になります。まあ前もお伝えさせてもらったんですけど、まあなんか知らないですけど、塾の教育、まあ教育者やる前からなんかいろんなこと相談されるんですが、なんでこんなに相談していくんだろうとか思うんですけど、いう形になるんですが、まあ1件2件やないんですね。まあ10年ぐらい前ですかね。まあだから誰にも相談できないから、まあ本人としては結構深刻な悩みとして、まあ話はしてきたんですね。10年前とか9年前ぐらいだったんですかね、確か。ワンクリック詐欺ってやつありますよね。簡単に説明すると、エロサイトを見ようとして、エロサイトをクリックすると、なんか入会おめでとうございます。7万8千円です。とかいうわけのわからん、やつなんです。はい。で、まあ大体ほとんどのケースそうなんですが、エロサイトをクリックすると、いつかエロサイトをクリックすると、ワンクリック詐欺に合いますというのは、大体どこでもそうです。で、入会金がとか言って、どうしようとかになったりするんですけど、二つ覚えておいてください。もうこれ単純な法則です。金を払うな電話をするんです。いいですか？金を払うな電話をするのってことです。で、これ一回でも金払うと、詐欺師いっぱい寄ってきますよ。いいですか？詐欺師いっぱい寄ってきますよ。で、ワンクリック詐欺に関してなんですけれども、私は警察の研究会っていうのに入っていたので、警察の研究会でワンクリック詐欺の要するにどういう手口でどういう風な状態だったのかっていうのは、全部要するに調べ上げてるんですけれども、もう大半のケースがそうなんですけれども、ワンクリック詐欺をしている業者は、絶対に住所を特定されるのが嫌がります。いいですか？絶対に住所を特定されるのが嫌がります。つまり、要するに裁判しますよって、してこいとか。してこいと。そうすると住所とかが割り出されるわけです。裁判するとね。っていう風な形になった場合に関して、裁判になりますって、相手の住所及び出廷人が本人にやってきますという形になります。で、万が一裁判を仮にしてくるような業者だったら、反訴して金ぶんどってやってください。いいですか？反対訴訟すればいいだけの話です。という風な形になるから、このワンクリック詐欺なんていうのはですね、金払う必要性がないんです。いいですか？クリックしてしまいましたっていうふうな形になるでしょ？クリックをしただけで契約が成立するんやったら、契約書書く必要性ないじゃないですか。そもそもが。そもそもそうでしょ？クレジットカードの番号とかいろいろ導入せなあかんでしょ？もしクリックしただけで入会手続きが完了して自動的に払い込まれるってそんな便利な社会なんだったらですね、いちいち契約書とか、そんな手続きとか必要ないわけですよ。そうでしょ？クリックしましたね。はい、OK です。あなた入会できましたって言ったら、どこのスポーツクラブでもやれるんやったらやってみろよって話になるじゃないですか。で、スポーツクラブができんもんがなんでこんな詐欺業者ができるわけないやろって話なんですよ。いいですか？クリックしたやつが誰かとか、誰がそこのサイトに訪れたのかっていうのを身分を要するにやって、そういうふうな形で要するに証明書類をやるっていう場合に関しては、警察とか裁判所の執行命令とかが必ず必要になってくるわけなんです。ところが、このワンクリック詐欺の業者がそれをできるかできるわけないですよ。速攻捕まりますよ。というふうな形になります。つまり、ここで大事なんですが、いいですか？身に覚えがなくてもじゃないですよ。身に覚えがあろうがなかろうがいいですか？いやー、エロサイト見たかったです。見ていいんだよ。別にそいつらが勝手に公開してるのが悪いんだよ。わかる？わかる？ね、人間の9割以上っていうか、9割以上はもうエロでできてるよ。はっきり言うけど。はっきり言うけどそう。ね。アホみたいなこと考えてるんですよ。ね。エロいこと考えてるんですよ。思春期の男子なんて大概エロいこと考えてますよ。女子でも一緒かな。女子でもそう、だいたい高校生ぐらいとかになったら、僕でもないことを考えてるやつとか結構いますから、ね。はい。で、ここで大事になってくるのは、それが恥ずかしいとか、どうしようとか思うから付け込まれるわけです。ね。逆に考えてほしい。そういうサイトをやって、その要するにお金を払いなさいねっていうことによって、我々は精神を傷つけられてるわけですね。医者料を払ってくれっていうのが筋ですよ。いいですか？医者料を払ってくださいっていうのが普通ですよ。ね。逆にそれを見てしまったことによって、私は時間を浪費させられたと。ね。謝罪と賠償を要求するぐらいの気持ちでおった場合です。いいですか？ぐらいの気持ちでいた方がいいです。はい。っていうことなんですが、これ実際私やったことあります。あります。はい。ワンクリック詐欺に、業者があって、
まあ、いう形になってっていう形になった場合に対して、まあ、果たしてそのどうなるのかなっていうのが私気になったら調べちゃう人なんですね、昔。もう十何年前ぐらいか、10年ぐらい前の話になるんですかね。でも片っ端からやって、あ、こうやってこういう風にして、こういう風にホームページ作ってて、こういう風に違法サイトにやってるのかという形になる。で、クリックするとウイルスがこう入ってくるとかね。まあ、いうことはまあ、大体手口として分かってるんですけど、まあ、その、友達かなんかが、そのなんかワンクリック詐欺の業者に金を払えっていう請求されてるから、ちょっと松一から貸してくれみたいな話になった時が1回あったのかな。で、1回あったんで、ムカついたんで、ワンクリック詐欺の業者に45回電話したんですよね。回線切り上がりましたからね。回線切られました。はい、実際問題。で、そういうもんなんですよ、正直な話言ってしまうと。だから、ワンクリック詐欺をやったときは、必ず金払っちゃダメです。いいですか？で、電話もしちゃダメです。で、一回電話すると結構しつこく電話かかってきます。結構しつこく電話かかってきます。はい。で、まあ、これ、電話してしつこく電話かかってきたら、逆に電話しつこく返すみたいなね、感じになったりとか、まあ、実際問題は警察に連絡して、この番号を止めてくださいみたいな感じになって、まあ、話したりとかいう感じになる。だから、そういう風な形になるんで、覚えておきましょう。で、一番いいのは、そのワンクリック詐欺の業者に対して金払わなくていいです。そして電話しないでください。ということです。この二つをしっかり守っておいてください。いいですか？身に覚えがあっても金を払わないと、身に覚えがあっても電話をしてはいけません。詐欺の業者ですよ。いいですか？詐欺の業者ですよ。ファミレス入ってご飯食って金払わないのは違いますからね。皆さん、大丈夫ですか？はい。ということになりますんで、ワンクリック詐欺の対処法はたった二つです。金を絶対に払わないと。そして、電話をしないというこの二つが大事になってきますので、まあ、中学生、高校生、そして大人ですね。大人になってもよくやりますね。もうみんなやるから。みんな。多分ね、男性大体何倍やったかな？警視庁かなんかの調査でやったんですけど、ワンクリック詐欺でやられたってなったことがある経験人数は、確か9割とか8割じゃなかったかな？はい。ということなんで、もう大多数の人々が、やられたってなるんで、このワンクリック詐欺に関しても払わなくていいんで大丈夫です。ということになります。というわけで皆さん覚えておいてください。ワンクリック詐欺にあったら、金を払わない。そして、電話をしない。というこの2点をね、しっかりと覚えておきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。